それでは今日はですね、下回転がなかなか持ち上がらないという初級者やシニアの方に、下回転を持ち上げるコツをですねお伝えしたいと思います。先週の動画でも下回転を持ち上げるコツっていうのをお伝えさせていただきました。まず下回転が持ち上がらない人によくあるのが、ラケットが下に下がってないということですね。上に上げようとはしているけども下に下がっていないという人がなかなか上がらないと。ちょっとつついてこう来てこんな感じで上には上げてるけど下には下がってない。だからラケットに当たってから球が離れてから上に上げてるわけです。これは確かに何の意味もないぞということで、下に下げて当たったところで止めましょうというようなことをお伝えさせていただきました。ラケットをこう下に下げるというのとはまた別にもう一つその下回転を持ち上げるコツをご紹介します。まずですね、下回転が上に上がるのはこれ回転をかけたら上がると思っている人が結構いるんですけど、回転がかかっていることと上に上がるっていうことはちょっと切り離して考えた方がいいということですね。例えばちょっとついてこうボドッと下に落ちますという人が、なんぼこすってもこれ結構別に回転かかってますけど上がらないことってよくあります。こういう感じですね。回転はすごいかかってても上がらないと。逆にどれだけ切れてても何の力もなく上げることもできます。ちょっとサーブ切って下回転切れてるけども別にこう上に上がるわけですね。もう一回こんな感じで、はい、もう一回、ね、これ何の力も入れてません。例えばラケット反対に持ってこうやってみてもこれ上がりますね。もう一回別に回転がかかっているからその上に上がるという発想でやるとなかなか上がらなくて、上がらない人はね。でどう考えるかというと当て方なんですね。球の進む方向っていうのは当て方で変えれますので、まあ、薄く当てるということなんですけど、当て方で上げるということをやっぱり意識してもらうと上がると思います。回転をかけて上げるんじゃなくて当て方を変える、まあ、薄く当ててラバーに引っ掛けて上に持ち上げるということをすると簡単に上がります。だからできるだけ力を入れずに上げようとしてみてください。そしたらきっとまあこういう感じになると思います。でちゃんと上がるようになってから、まあ、そこからまあもうちょっと回転を増やしていこうかとか、まあ、そういう発想になるといいんですけど、当て方が間違っているのに回転をめちゃくちゃかけようとしても余計ミスがひどくなるというかね。だから当て方が良ければ上がるんです。回転がかかってるから上がるんじゃないというような発想でやってもらうと下回転をもっと上げれると思います。でこの当て方だけでね上げる時のコツなんですけど、バウンド直後を捉えると上がりやすいです。なぜならそのバウンドのこの勢いがあるから簡単に引っかかってくれるんですね。こう深く来てポンとこう速いところを取ります。で、レディースとかシニアの方っていうのはそんなにパワーがないから、ただ仮に打点落として思いっきり回転かけてもそんなに回転かかってないことってあります。だから回転かけてるんですけど打たれるんですっていう人は、まあ、その打点下げてね思いっきり回転かけても男性まあ、若い男性のようにねすごいパワーがあるわけじゃないんで回転がかからないです。そもそもそういう場合は、とっついてすぐのところをポポンってこう軽くこう、引っ掛けてですね、当て方で、まあ、持っていくというようなドライブを目指してもらうと試合では点が取りやすくなるんじゃないかなと思います。実際やっぱ打点が高い方が相手の時間を奪うことができますので、有効ですし、で回転をかけた時っていうのはボールがね、まあこれ感覚的な話かもしれませんけど沈むんですね。回転ギュッとかけたらボールってどっちかっていうと全身回転が強くなるんで、その下にこう沈んでいくわけですね。グッと、ごめん、回転をかけるとボールが沈んでいくようなイメージになるんですけど、これね当て方で前にこうポンと送ってやると球がまあどっちかっていうと伸びるような感じになります。
だからなるべく早いところで当て方だけでね、力入れずにドライブしてもらってボールを伸ばしていくですね。僕らはこう、僕らとかね、若い人とかは回転かけてボールがね沈んだり曲がったりするんですけど、女性やシニアの方っていうのはできるだけこうボールを伸ばしていく、あんまり力入れずにそのボールを前に伸ばしていく、当て方さえ間違ってなければちゃんと上がりますから、回転はそんなにかけなくても大丈夫です。まあ、もちろんかけたらダメなわけではないんですよ、かけたらダメなわけではないんですけど、もう一回言いますけど、当て方が間違ってるのに回転をかけようとしてもこれ入りませんっていうことですね。当て方がちゃんとしてる上で回転をかけるだったらいいですよというところを押さえてもらうと、下回転がもっと簡単に上がるようになるかなと思います。だから、打点を落とすよりはついてすぐのところをね、薄く当ててラバーに引っ掛けて前に持っていくというようなドライブをたくさん練習してもらうと、試合では勝ちやすいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。ありがとうございました。